トータリの池田20世紀美術館で1日から日本ベルギー友好150周年パトリック・ジェロラ展、色彩が光と音を奏でる魔術師が開催されています。パトリック・ジェロラさんは1959年ベルギーのブリュッセル出身。ブリュッセル王立美術アカデミーで学んだ後、舞台美術の世界で活躍。1983年に初来日し、以来日本と母国を行き来しながら制作活動に取り組み、メルシャン軽井沢美術館や沼津御用邸で展示会を開催するなどし、成功を収めています。今回の企画展では、純粋な顔料に少量の樹脂を混ぜて自らが調合した絵の具を使って描くというジェロラさんの表現方法の一つであるアルフレスコ画法による、透明感と明るさにあふれた作品を中心に、富士山や月夜を表現した風景画をはじめ、制作時に感じたことや周りの音までも表現しようと取り組んだというダイヤモンドを埋め込んだカラフルな抽象画といった40点余りの平面作品だけでなく、ジェロラさんのふるさとブリュッセルのシンボルである小便小僧を2メートルを超す大きさに立像制作し、キャンバス代わりに EU への疑問をユーロを貼り付けることで表現した風刺画など、日本初公開となる作品も含め大小十数体の立像が展示され、躍動感あふれる色彩と空間のハーモニーが来館者の目を楽しませています。ジェロラさんはパートナーであるともみさんとともに気さくに来場者に作品解説を行い、作品の好き嫌いや何を感じるかは見る人の自由なのはもちろんのことですが、作品を描いた時の私の気持ちを感じてもらえたら嬉しいと話していました。日本ベルギー友好150周年パトリック・ジェロラ展、色彩が光と音を奏でる魔術師は、池田20世紀美術館で10月4日まで開催されています。